皆さんこんにちは。サクッと3分、今日も始めていきましょう。今日は猫背さんがしっかりと胸を張れるようになるよとか、ダンサーの方がアップ苦手だよっていう方もしっかりとアップ稼働させられるように、腹筋のところしっかりと伸ばしていきましょうというストレッチやっていきましょう。本編に入る前に少し宣伝をさせてください。9月にスペースアートダンススクールの発表会が開催されることが決定しました。そしてこのチャンネル、スペースアートダンス TV の方でオンラインナンバーを出したいなというふうに思っています。そちらの振り付けのレクチャー動画の方は別動画の方でアップしていますので、そちらの方から詳細を見ていただいて、お時間とか日程とか場所が合うようでしたらぜひご検討いただければとても嬉しいです。さあ、それでは早速本題の胸をしっかりと張っていこう、腹筋を伸ばしていこうということなんですけれども、先日ある生徒が胸のアイソレーション力、このようにね動くのはすごく得意なんだけれども、全然このアップ上までいかないよっていう子がいました。そしていろいろ体の方をね少し調べさせていただいたところ、その方猫背さんでした。なんだけど猫背でお腹の筋肉が少し凝り固まってしまって、胸はしっかりと背筋の力で動くんだけれども、お腹が伸びないもんだから上までこう伸ばせないよっていうことが判明したので、今のストレッチをやってもらったら少しだけしっかりと胸がねアップできるようになったということになります。ですので猫背さんはしっかりと姿勢改善になると思いますので、ぜひねストレッチやる前に気をつけしていただいて、今日の猫背度合いをチェックしてみてください。私はね猫背全然関係ないので、肩がね前に出てる巻き肩さんも同じですね、このように張っていけるようになりますので、自分の姿勢チェックしていただいてから効果を感じた方が継続しやすいと思います。それでは3分の中で皆様の腹筋しっかりと引き剥がしていきたいと思います。スタートです。さあ今日はうつ伏せになります。うつ伏せになっていただきまして、足は自然と肩幅ぐらいに開いてみてください。楽な姿勢でいいです。そして、手はですね自分の胸ですね、肋骨のちょうど上、胸骨のあたりに横しっかりとついてください。大きなパーでつくようにしてみてください。そのまま胸を自分の正面の壁に見せるようにしてみてください。この時にですねよくこう肩が上がってしまう子がいるんですけれども、しっかりと下に下げて胸を張るようにしてみてください。そうしましたら、私は結構背中が硬いので骨盤まで上がってしまっています。骨盤は地面にくっつけるようなイメージをして、ここのカーブをぐーっと引き伸ばしていくようにしてみてください。いける方はだんだん天井の方まで向いてみてください。あまり腰に負担をかけないように肩甲骨で反るようなイメージしてください。腹筋が伸びてるのが分かると思います。何回かやっていきましょう。1 2 3 4 5 6、あと2回やりましょう。7 8、はい、ゆっくり下ろしてください。少しほぐしてあげてください。はい、今は腹筋のまっすぐのところですね、この腹直筋というところを伸ばしました。次は腹斜筋の方を引き剥がしていきたいと思います。足をですね今うつ伏せで寝転がってると思ってください。足をこのように1個かけてください。1個かけて今のように反っていきます。同じように反対でもかけてやっていきます。それをやっていきますので準備をしてみてください。はい、好きな方の足を自分の中心軸の真ん中に持ってきてください。そうしましたらその上に足をかけてみてください。このまんまさっきと同じように反っていきます。はい、そうすると体が勝手にねじられていくのがわかると思います。はい、そうしましたら先ほどと同じように骨盤は下に、胸は反っていく。カーブがこちら側になっていきますので自然と反れるようにしてみてください。はい、じゃあ何回かやっていきましょう。1、はい、2、はい、3、はい、4、肩上がんないように5、6、7、8、ゆっくり下ろしていきます。反対の足にしてください。軸となる足が自分の中心軸に来るように意識してくださいね。では行きます。せーの、上げて、まず姿勢確認してみましょう。はい、しっかりと肩を落としたところ骨盤下げていきましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8、はい、ゆっくり下ろしてください。あー、ちょうど3分ですね。はい、皆様少し汗がにじみ出たんじゃないでしょうか。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。終わってねちょっとして呼吸を整えたらブワーッと汗が出始めました。
今途中で足をクロスさせてやった時にこの斜めについている腹斜筋というところも伸ばしていきました。そうすると鏡でね、後でチェックしていただくと分かると思うんですけれども、猫背の方ってこういう風に腹筋が常に縮まってますよね。他にも骨盤がこういう風にねじれていたりとか傾いていったりとかする方っていうのはこのように腹斜筋まで縮まっていって凝り固まってしまっている状態になりますよね。それを引き離していくことによって自分の骨盤の歪みだったりとか胸を張りやすくなるので、猫背がこうスッとね、あの胸を張った状態にリセットされるようになりますので、ぜひねこのストレッチ、少しお腹が縮まってしまってるなと感じる方はしっかりと引き剥がしてやっていけるといいんじゃないかなと思います。スペースアートダンス TV では皆様のライフがエナジーあふれるものになるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンの方も押していただけるととても嬉しいです。さあ、デスクワークの時代になってきましたよね。私自身もデスクに座る時間っていうのがどんどん長くなっているような気がするんですけど、そうすると結局骨盤の歪みだったりとか前後にねじれていったりとか、そして猫背になったりストレートネックになったり、いろいろね大変体に悪いことが起こっていくような、それがなりやすい時代になってきたと思います。ですのでやっぱり骨盤のね形っていうのが皆様の健康を保つのにとても大事になってきますので、今日やったトレーニング、そして以前ねご紹介しているので背中の方をこの脇腹の方から剥がしていこうっていうね、あの動画も出していますので、ぜひこの骨盤周り一度見直してみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画は終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。 YouTube で学んだことをステージで披露してみませんか。スペースアートダンス TV オンラインナンバーの出演者を募集します。オンラインで学べる時間は本当に効率的だし素晴らしいと思います。その恩恵にプラスして人と人とのエネルギーがぶつかり合うリアルな現場をミックスできたらと密かに夢を描いてきました。ステージにはその瞬間も、そしてその準備期間にも本当にたくさんの魅力がありますし、新しい自分と出会うことができます。踊る喜びを一緒に共有できること、そして出会いを楽しみにしています。スペースアートは2007年にダンススクールをスタートし、今年の9月には第15回目となる発表会の開催が決定しました。チャレンジすることをコンセプトに毎年さまざまなドラマが生まれる発表会、そのステージにスペースアートダンス TV の視聴者の皆様からステージに乗ってみたい、ダンスにチャレンジしてみたいという方を募集していきます。ダンス未経験者、そしてブランクがある方でも OK です。チャンネル内でレクチャーしているステップを中心に初心者でもパフォーマンスできる振り付けです。年齢も問いません。条件はチャンネル内で公開される振り付けを覚えることと、そして情熱を持って取り組むこと、これだけです。流れとしては5月末より週1回振り付けのレクチャー動画をアップしていきます。これらの動画を見て練習していただき、本番の日にステージでパフォーマンスというシンプルな流れになります。現在は詳細未定な部分はありますが、動画の概要欄に決定事項を載せておきます。興味のある方はぜひご覧ください。ライフサイクルに運動を取り入れたい、ステージに乗ってみたかった、昔踊っていたけどもう一度スポットライトを浴びたい、その思い、チャレンジをスペースアートと一緒に叶えていきましょう。スペースアートダンス TV でエナジー全開、一緒に踊りましょう。